諸君は事実と小説どちらの方がドラマチックだと思うかい？遡ること139年前の1884年5月19日、イギリスサザンプトン。この町の港からあるヨットが処女航海をしようとしていた。このヨットの名はミニョネット号。オーストラリアの実業家 J.H. ウォントが購入したこのヨットは、彼が故郷のイギリスとオーストラリアを往復することが目的だった。この日はヨットの試験運転を兼ねての航海。しかしこの処女航海は最終的に人の生死を左右する恐ろしい結末へと向かうこととなる。だが特筆すべきはこの点ではない。この事件の顛末は誰もが予期できないはずのものだった。ところがこの事件の詳細を示した書物が50年も前に発表されていたんだ。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マドモアゼル、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、言うの。闇人形のヤミリですわ。2023年も始まってしばらく経ったけど、ミッドナイトたちはきっとまだまだ正月気分でダラダラ過ごしていそうですわね。いや、もうとっくに正月気分は抜けてると思うよ。みんな忙しいんだから、ミッドナイトたちを敵に回さないでくれたまえ。さて、こういう話するのはミニョネット号事件について。この事件、はっきり言うとなかなかグロテスクな事件なんだが、後日それよりも奇妙なことが判明してしまい、かなり話題になった事件なんだぞ、言うの。処女航海の悪魔。遡ること139年前の1884年5月19日、イギリスサザンプトン。イギリス出身でオーストラリア在住の実業家 J.H. ウォントは地元に帰る時用にヨットを購入していた。ちょうどこの日は試験的な処女航海ということで、サザンプトンからシドニーに向かって出航することになっていたんだ。イギリスからひたすら南下し、アフリカ大陸をぐるっと回ってオーストラリアに向かう航路だ。試験航海ということでウォントは乗らず、他の乗組員だけが乗っていた。船長のダトリー、船員のスティーブンとブルックス、そして給仕のリチャード・パーカーの4人だ。よそろう。その出航は順調そのものだった。しかしアフリカの最南端希望峰を経由したあたりから雲行きが怪しくなってきた。船長、あれ嵐じゃないですか。どうやらこのまま進むと嵐に直撃するようだったが、排気量の小さいヨットでは立ち向かうことも迂回することも到底できなかった。あっという間に嵐が直撃。ミノネット号はなすすべもなく大きく揺られ、やがて浸水してしまった。おい、救命ボートで避難だ。船長のダトリーは嵐の中必死に指示を出し、なんとか救命ボートで4人とも脱出することに成功した。しかしここからが地獄の始まりだったんだ。一難去ったと思ったらまた一難とはいい気味ですわ。できるなら10難くらい一気に来ても構わないですわよ。人の不幸を10倍増しで願うのはやめなさい。ただヤミリ君の望み通りというか、ある意味10難くらいはあるかもしれないがね。命は助かったのだが、問題となったのはそこからだった。当時は自分が遭難したことを伝える手段などなかった。つまり広い海の中で誰がいつ助けてくれるかなんて全くもってわからないってことだ。さらに絶望を増したのは救命ボートの中だ。そこにあった食料はなんと株の缶詰2つだけ。急いで避難したことが災いし、食料を用意できなかったんだ。男4人が缶詰2つで何日も過ごせるはずもない。少しずつ食べることでなんとか4日間は持たせられたが、もはや極限状態に近かった。だが次の日、おい、あそこにカメがいるぞ。4人はなんとかウミガメを捕まえ、その肉をむさぼり食らった。しかしそれも長くは持たず、ついに漂流から18日目、ウミガメの肉も食べ尽くしてしまった。さらにまずいことに、その間雨も降らなかった。そうなれば4人は狭い救命ボートの中、飲まず食わずでやっていくしかない。そして漂流から20日目のこと、ある事件が起きたんだ。ダメだ、もう耐えられない。おい、リチャード、やめるんだ。喉の渇きに耐えきれなくなったリチャードは海水を飲んでしまったんだ。あら、確かに雨水がなければ海水を飲めばいいじゃない。マリーアントワネットも真っ青のアイデアだわ。海水なら無限にあるわけだからね。しかしそれならなぜ他のメンバー含め最初から海水を飲まなかったんだい。確かに言われてみればそうね。そこには船乗りにとっての鉄則があったんだぞ。喉の渇きを埋めるように海水をガブ飲みするリチャード。しかしリチャードはしばらくすると痙攣状態に陥ってしまった。そもそも人間の体には水も塩分も必要だ。海水なら塩分も水分も一緒に取れて一石二鳥じゃね、なんて小学生の時に考えたことがあるミッドナイトもいるんじゃないかな。ところが人間は海水を飲んでも生命を維持することができないんだ。その理由は海水の塩分濃度が人間の体液の塩分濃度よりも高いからだ。
通常人間の体は腎臓が余分な塩分を尿として排出するから常に一定の塩分濃度が保たれている。だが海水のような人間の体液よりも塩分濃度が高い液体を飲むと体内の塩分濃度が上昇してしまう。そこで体は塩分濃度を戻すため、つまりは薄めるために余計に水分を欲するようになる。そこで海水を飲んでしまうとさらに塩分濃度が上昇してしまうんだ。するとどうなるのか。細胞内に保たれていた水分が塩分濃度の上がった細胞外へとどんどん出ていってしまい、ついには細胞が脱水症状を起こしてしまう。そうなると体の様々な機能が低下していき、最悪の場合は死に至る。この事実から船乗りは海水を飲んではいけないと知られているのだが、リチャードはあまりの極限状態でもはやそんな判断もできなかった。救命ボートの中で痙攣するリチャードを見て、船長のダトリーが恐ろしい提案を口にする。お前たち、リチャード食べないか。なくて食べるですって。ついに船長までおかしくなったのかしら。いや、船長は彼の立場からしっかりと自分の役目を全うしようとするんだぞ。仲間を食べるか否か、リチャードを食べよう。そんな提案に船員のブルックスは、そんなのできるわけがないだろうと強く反対した。しかしダトリーは極めて冷静に語りかけた。おそらくこうなってはリチャードは助からないだろう。そしてこのままでは我々3人も助からない。私は船長としてなるべく多くの船員が助かる方法を探るしかないんだ。二人とも家族とまた会いたいだろう。この提案にスティーブンは渋々同意。ブルックスはなおも抵抗するが、ダトリーがリチャードの喉を切り裂き血が溢れるとごくり。彼も人間の本能には逆らえず血をすすることに。そのままリチャードの肉を三人で食べ尽くしてしまった。そして5日後、おい大丈夫か。偶然通りかかったドイツの貨物船に発見され、三人は無事救助されたんだ。リチャードもあと5日我慢すれば助かったかもしれないですのに。ただ3人がリチャードを食べなかったら、もしかしたら全員死んでいたかもしれないからね。しかし助かった3人にはまた別の試練が待ち構えていたんだぞ。助かったのはいいが、問題はリチャードのことだ。彼を殺し食べてしまったという事実は消えない。もちろんその事実を知るのは3人しかいないので、口裏を合わせてリチャードは嵐に巻き込まれてしまったとでも何とでも言えたはずだ。だがダトリーはそんな嘘をつくことは許せなかった。なんと彼はイギリスに戻るや否や警察にその事実を正直に話したんだ。もちろんダトリーは逮捕。スティーブンとブルックスも逮捕されたが、ブルックスは肉を食べただけで殺人には加担していないということで不起訴となった。問題はこの2人が殺人罪になるかどうかという点だ。裁判所では2人の弁護士を務めたコリンズがこんなことを語り出した。皆さんはカルネアデスの板をご存知でしょうか。カルネアデスの板？板が一体どうしたのよ。今のは決してギャグで言ったわけじゃないですわよ。いや、ミリ君も不意のギャグは恥ずかしがるんだね。このカルネアデスの板の話は2人が有罪か無罪かの分かれ道になる非常に大事な話なんだぞ。言うの？このカルネアデスの板とはギリシャの哲学者カルネアデスによる有名な寓話だ。コリンズは黒板に一人しか支えられない板に捕まっている溺れた二人の男の絵を描き、こう語った。もしあなたが船に乗っていた時ナンパして海に投げ出されたとします。あなたは破損した船の一部である一枚の板に捕まりましたが、その板にはもう一人が捕まっています。おそらくこの板はその大きさから一人を浮かせることはできても二人を浮かせることはできないでしょう。さらにコリンズは続けた。もしあなたが自分が助かりたくてもう一人を押しのけて溺死させた場合、あなたは殺人罪になるのでしょうか。いいえ、ならないはずです。なぜならあなたも助かるために必死なのだから。そしてこれと同じことが救命ボートの上でも行われていたのです。実はこれは大事な考えで、現代の法律はこの考えに基づき、犯罪に該当する行為であっても避難を避けるためにやむを得ずにした行為であれば違法ではないという緊急避難の考えがほとんどの国で適用されている。そして判決の時、判決を言い渡す。ダトリーとスティーブンは死刑に処する。裁判長、今の絶対に無罪の流れだったですわよ。そうなんだが、裁判長には流れとか関係ないからね。この判決は時代によるものが大きいんだ。確かに緊急避難の考えは当時あったが、不幸なことにまだこの理論は論争の真っ只中で、確立した通説も具体的な判例もなかったんだ。特にイギリスは判例法主義で、過去にない判例を下すのは大いに抵抗があった。その結果、人を殺したという倫理的なタブーだけが優先され死刑となってしまったんだ。ただこの裁判官もこの殺人に致し方ないところがあるのは分かっていた。なのでその後、二人はビクトリア女王の特赦を受け、わずか6ヶ月の禁錮刑のみとなり社会復帰を果たしたんだ。
ためには仕方なかったんですのね。まあ、せっかく他人の命をいただいてまで生きた二人が死刑にならなくてよかったですわ。この事件はその後、緊急避難の考えが広まるきっかけともなった事件なんだが、実は奇妙すぎる事件としても有名なんだぞ。偶然の一致。ここで諸君にある小説を紹介しよう。タイトルはナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語。作者は推理小説界では開祖として有名なエドガー・アラン・ポーだ。この小説は短編の推理小説を得意としていたポーの作品の中でも唯一の長編としても有名だ。冒険小説なんだが、その物語の中に船に乗っていた4人が広大な海の真ん中で暴風雨に遭遇して遭難、漂流するという下りがあるんだ。彼らは助かるためにくじを引き、当たった人物が犠牲になって死ぬことで残りの3人に肉を食われるんだが、そのくじに当たってしまったのが球児のリチャード・パーカー。ん？なんかその名前どこかで聞いたことがあるような。そう、まさにそこが今回の事件との奇妙な一致なんだ。この小説に出てくる事件は、乗組員が4人いたこと、誰か1人が犠牲になって食べられること、そして何より食べられる人物が球児のリチャード・パーカーだったことまで全てが一致しているんだ。なんならリチャードが海水を飲む前、船長はくじ引きで犠牲者を決めようともしていたらしく、その点までもが同じだ。さらに不思議なことに、この小説の刊行は1838年、1884年のミノネット号事件よりも約46年前に書かれており、ポーがこの事件について知る由もない。むしろ裁判の際、裁判官はミノネット号の4人がこの小説を知っていてなぞらえてやったんじゃないかという疑いまでかけていた。しかし船員たちは識字レベルが低く、エドガー・アラン・ポーの存在すら知らなかったという。さらにこの事件から数十年後、さまざまな偶然を集めた偶然の一致コンテストという大会が行われた。その際、この事実が大賞に選ばれ、応募者は賞金100ポンドを獲得。そしてその応募者の名前はナイジェル・パーカー。なんと彼は殺されたリチャード・パーカーのひ孫だったんだ。ひいおじいちゃんが殺された事件のおかげで賞金を獲得するなんて、まさに事実は小説よりきなりといったところだろうか。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。